堀口助寺堀口助寺から1935年3月11日は、日本の内務、警察官僚。声優会系、幹線福島県知事、福岡県八幡市長。後の宮崎県東諸方郡高岡村出身。堀口貞義の長男として生まれる。1897年7月、第五高等学校を卒業。1900年7月、 東京帝国大学法科大学政治学科を卒業。内務省に入省し、警視庁属県道警部となる。1901年11月、文官高等試験行政化試験に合格した。以後、警視庁警視、板橋警察署長、四谷警察署長、岡山県事務官、富山県事務官、第四部長、埼玉県事務官、第四部,部長、道県事務官、警察部長、 福岡県校務長、栃木県事務官、内務部長、福岡県内務部長などを経て、1914年4月、熊本県内務部長に就任。1915年4月、福島県知事に就任。声優会の勢力慎重長に尽力。福島民友新聞の荒木武之記者が、知事批判の社説、民は、上ェを執筆すると、 堀口は荒木を長剣便乱罪で告訴し、罰金70円となった。1916年4月、知事を休職となる。1918年4月27日、休職満期となり退官した。その後、1918年11月18日、八幡市長に就任した。ありがとうございます。